こんにちは、井上です。そうですね、今回はフランス人はどう話すというテーマで話していきたいなと思います。で、まあ、話の内容としては、このキャサリン・ケブラ・オレッキョーニさんという人がいて、まあ、YouTube でもね、話してるんですけれど、フランス人の、まあ、キャサリンって書いてあるか分かると思うんですけど、女性の先生で、言学の先生で、まあ、僕は割り方、特になんていうのかな、この手のやつが好きで、いろいろこう本買ったりしてるんですけれど、まあ、その話をしていきます。で、まあ、なんて言うんですかね、かなりこう大きい話っていうか、なんて言うのかな、まあ、絶対日本の普通のフランス語教育とかで習わないし、まあ、ある意味これ英語とかでもやってないけど、まあ、なんで話せないかっていう時に、一つはこういう話があるからだっていうことですよね。つまりだからどういうことかっていうと、まあ、今日のは、まあ、でもそうですね、要するになんて言うのかな、こう日本の外国語教育って基本的にはトラディショナルな言語学の枠組みを受け継いでて、まあ、要するに意味、まあ、というか言語学のもともとの枠組みっていうのが意味論、音声学、統合論、要するに文法と意味と発音なんですよ。で、なんていうのかな、まあ、でぶっちゃけて言うと、今自分で言ったんだけど、でも発音はまず習わないんですよね。でこれはなんか面白い話で、なんでかっていうと、英語だと英語、特にこうなんていうのかな、の大学に入ってからの英語だと、英語音声学ってかなり強力な、こうなんていうのかな、音声学ってすごい強力な学問で、多分学会員とかもめちゃくちゃ多いんですよね。だからなんか音声学ってすごい研究してる人がいるし、まあ、なんていうの、身につけるかつけないかは別として、大学の英文化とか入ると、多分音声学って絶対やると思うんですよ。だからなんかそんくらい強力なんだけど、で、なんていうか、音声学がない、こうなんていうんですか、音声学ってある意味言語学の一番の基礎に近いような形だから、まあ、僕はやってないんだけれど、その歴史言語学とかになると、やっぱりどうしても発音っていうのがすごく重くなってくるから、まあ、だってどういうふうな形で音変化したかっていうのを通して、あ、この言語とこの言語関係ありそうだとか、こんなふうにこの単語が変化したんじゃないかみたいなことをやっていくから、音声学ってすごい、なんていうのかな、なんか言語学においてはめちゃくちゃ老舗の学問なんですけど、なんかやんないんですよね。なんかだから、まあそういうのもあって、僕なんかこれからちょっとこの YouTube を好き勝手に発信していこうと思って、まあ今も好き勝手やってるんだけど、まあ、さらに好き勝手にするべくやるべと思って、もうなんかやめようと思って、まあ、ちょっと話また、そうですね、全部ずれるんですけど、前はなんかもうちょいこう人が見るようなやつやろうと思ってたんですけど、なんかこの前なんかこの YouTube じゃなくてスタイフなんですけど、それを見て来たっていう人がいて、あ、こんなんで来るんだったら、まあもうなんか情報を発信してまくってる方がいいやと思って、だからなんか受けを一切捨てようと思って、代わりに自分がやりたいことやろうと思って、でも多分その方が上級者にはいいんですよね。でまずでもちょっと話戻すんだけれど、まあ、なんていうのかな、そもそも論として、だから今僕だから思ったけど、まあ、要するに日本のなんか言語、フランス語とか英語教育 で、まあ、で英語教育は大学入るとそうでもなくなるけれど、フランス語教育は多分大学入ってもなかなかフランス語音声学専門の人ってそんないないと思うから、まあ、もちろんそれは分かりますけど、みんなでも多分そこまでやらないけど、まあ、でも一応なんか多分やるとしたら、要するに単語やって文法やって発音の勉強してっていうのでみんな止まってるけれど、まあ、実際問題として特にコミュニケーションで話すってなってくると、やっぱりそのこういうディスクっていう方があるんですけど、なんていうのかな、そのどういうふうに文章を使って話していくかっていうことがすごい重要になってきて、でそこがなんかほぼ抜けてるんですよね。で英語でもフランス語でもそこの部分っていうのはめちゃくちゃ重要な研究分野だし、まあ、そっちの方が正直流行りなんですよ。僕はなんかだから、まあ、でも僕もそうですね、もともとだからその僕がやってるのは接続法なんですけど、さっきの意味論っていうことからスタートしつつ、このディスクっていうのの要素をちょっと入れながら、なんで接続法がこんな用法になってるのかっていうのを勝手に研究してるんですけど、まあでもそのなんていうのかな、これはもうちょい上のレベルの話で、会話の中でどんな風にフランス人が言語を使ってるかって話をしてて、まあでいろいろやっぱあって面白いし、こういうのがなかなか分かんないからコミュニケーションしにくいっていうのはあるので、ね、すごくなんていうんだろう、大きい分野なんで、それだけ話してると多分本当に数十時間やんなきゃいけないから、まあ、もう適当に
作っていこうと思ってやることにしました。本当はだからこの本、まあ、この人だけでもなんか、この人とまあ、この本とも3冊ぐらいあって、かつベロニカ・トラベルスさんかな、そんな人がいて、で他にもなんか出してる人がいるから、なんかだからなんていうのかな、すごくこう深い分野なんですよ。まあ、なのでこうザクザクっとやっていくしかないんですけれど、まあ、でもそういうのをやった方がやっぱ楽しいと思う、フランス。だからなんかみんな普通研とかやって、なんていうのかな、まあ喋れないって言うんだけど、まあ、そんなんこっちにしてみたら当たり前で、だってなんか別にあれでなんていうの、まあ、作ったら怒られるのかな、なんか。まあまあ、でもやっぱり試してないんですよね。というか習わない分野の知識っていうのがあって、それは多分最新鋭すぎるか、まあ最新鋭じゃないんだけど古いんだけど、でもやっぱり一般の人には全然届いてないんで、まあ、そういうのをちょっとこう話をしていこうかなと思ってますと。はい。でまあ最初に話していくのは、まあ、気を使った表現ということで、まあ、当たり前なんだけど、まあ、これはなんでこの話をするかっていうと、なんかストレートに言うみたいなところが多いんだけど、実際フランス人っていろいろ気を使ってるよみたいな話ですよね。で、まあ、まず、そこの部分で言うと、まあ、もうすでにやってるけど、一応なんか先にやっぱ取り上げとこうと思って。っていうこうやつですよね。Est-ce que tu peux les fermer la fenêtre, s'il te plaît? っていうので、まあfermer la fenêtre っていうので、まあ、命令文の言い換えだってことですよね。Est-ce que のやつ。まあ、ちなみに、こうやって、まあ、で、まず何て言うのかな、まあ、疑問の方が丁寧ってことですよね。ここはまたでも本当は何個かあって、だからこの手のやつはね、本当は話し始めると結構話が長いから、どっからやろうと思っていろいろあれするんですけども、何かやっていこうと思って、だからどういうことかっていうと、命令文ってでも分かると思うんですけれど、例えばじゃあ入れとか、何かうちに遊びに行った時に入れっていう時に、フランス人ってオントレオントレって言いますよね。まあまあ、例えばなんか今のだったらこう家族で行ったみたいなやつだし、友達と行ったらオンタフオンタフってた、なんていうの、一対一だったら行ってくるじゃないですか。だから なんでそう言うかっていうと、ああいう時は逆に「エスクチュプチュブオンタフ」とか言うと「エスクチュブドヨントレ」とか言うとやると、なんか入りたくねえのかなみたいな感じが出てきちゃうってことですよね。まあ、これはまたどっかで話すけれども、その要するに何て言うんだろう、家に入るっていうのはある意味こう相手のテリトリーを侵害することだから、僕が相手にうざがられたら嫌だなって思いながらやる行為でもあるわけですよ。だからわざとその命令文を使うことによって、こうなんていうんですかね、そうそう、だからそういうふうに命令文を使うことによって、こっちが入ってほしいんだよこの野郎みたいな気分を出していくっていうのがあると。まあでも、まあ、そういう機能もだ、命令文でどういう時にそのわざと命令文を使うかっていうと、こっちにプラスになるんですよ、時なんですよね。受け手がプラスになる時はもういいから飲めよとか、日本でもそうですよね。もう食えよ食えよとか言った方がいいでしょ。なんかだって、わかんないけど、じゃあ最後のほら残り一切れみたいなやつ、なんか、あとなんかすごい、例えばいい肉とかあって、わかんないけど、そういうのが出てきたら、なんか、わかんないけど、松阪牛みたいな、まあ発想が貧困なんですけれど、そういうのがあったら、なんか、どうしようとか言って、なんかすごい遠慮してたら、わかんないけど、松阪牛、もう大ちゃん、クイーチャーとか入れたら、なんか、そうかと思って食べるじゃないですか。そういう感じですよね。もしよかったら食べてもいいですよとか言ったら、食べちゃいけないのかなって思うから、そういう感じ。で、それと同じのがあるけれど、逆にここだったら、そのフェフメラフネートっていうのは、そのこっちが、言ってる方がやってほしいことだから、相手にしてみると、はって思われる可能性があるんで、だからこういうふうな形で、本当だったら命令文。フェルメラフネトって言いたいのを、エスクチュプレフェルメラフネトシルテプレって言って、ワードシルテプレまでつけていってるってことですよね。で、まあ、同じような表現っていうのがあって、これはなんか僕は結構面白い。まあ、上のはわかると思うんですよ。そんなこと言われなくたって。で、こっちの方が僕は面白いなと思うんですけれど、よくありますよね。チュクハブレムンクって言ったときに、これがなんか、ジュクラトゥーコントレっていうので、もう全く反対のことを、なんていうの、私は全くそう思いませんってことですよね。なんだけど、それで言うと、かつ角が立つから、チュクハブレモンクって言ったら、本当にそう思ってらっしゃるんですかっていうことによって、なんていうの、こう、相手のこう、なんていうのかな、メンツを立てるってことなんですね。ちょっとこういうのも、ジュネコンプロンパトレビアンって言ったら、ヴネヴズエクスプリメパクレーモンって言って、言ってることよく分かんないんですけどみたいなのの、まあなんか こういうのだけじゃないんですよ。こういうのだけやってるとフランス人はなんか嫌なやつなのかなって思われるけど、でも、まあ、気を使ってるってことね。だからダイレクトに言ってないですよっていうことで、別になんかこういうことだけ言ってる嫌な人たちってわけでもないんだけれど、ちょっとこう面白いかなと思って取り上げてみたってことね。
で、あとこういうやつ、なんかこれだからスプ、あの、ちゃちゃ、なんだ、あれのとこですね、なんだっけ、レストランとかでなんか食べてるとき、まあ、要するになんか食べてるときですよね、レストランじゃなくても、なんか食べて、隣の人がめっちゃ塩を振るのを見て、スープに、そうですね、入れるのを見て、あれですよね、シメトンクサデセルドンラスープっていうので、そんな塩入れるのって言ったら、シメトデセルっていうことで、そんなに塩入れないみたいな話になるみたいなやつ。だから、まずなんていうのかな、こういうのをちゃんと理解、まあ、これはね、ちょっとこう、よくないケースだから、もうちょいなんかいろいろ他のケースもあったんだけど、まあ、ただなんか、まずこういうとこからスタートするのかなと思って、重要かな。これだからなんていうんですか、この本めっちゃ長いから、どっからスタートしていいか分かんないし、多分本当になんか、僕も思うんだけど、結局なんか、心を数年、まあなんかすごい自分の話になるんですけど、こうなんていうか、僕がいろいろ悩んでたのは、だから結局僕が言ってることって、なんていうんだろう、分かりやすくできないんですよね、本質的な話として。まあだからもちろんできるんですよ。フランス人と楽しく会話する方法なんだけれど、そこの部分っていうので、キャッチーにできないんですよ。なんでかっていうと、結局、まあこれ多分僕、今の日本のいろいろなところで問題点だと思うけど、キャッチーにしてるから、間違ってうまくいかないわけですよね。要するになんか本当は単純じゃないものを単純にしようとするからうまくいかないんであって、やっぱりよくわかんないことはよくわかんないまま説明するしかないところっていうのがあるんで、まあ、今こういう形でやってるんですけど、まあ、でも一つはだからまずこういう形で、簡単なね、気を使った表現っていうのがあって、でこれをやっぱり意図を理解できるのが大切ですよっていうことで、なんか僕らみたいな外国人だけじゃなくて、フランス人母語話者とか、またフランス人が他の外国人と話すときもちょっと失敗するよみたいなことを取り上げて今日終わろうかなと思うんですけど、やっぱだから意図を理解できることが大切かどうかが大切っていうことで、例えばだからなんかガーナのさっきの本に載ってたんですけど、ケブラ・オレキオニさんのフランス語だと、コモン・ヴァタ・ファミユって聞いたら、なんかこれが、まあ、要するにコモン・サバの意味らしいんですよね。で、なんかこれをガーナの人がスイスの人に言ったら、要するにネイティブ同士、お互いね、なんか向こうがめっちゃ驚いて、で、その後に全員の話を今度してきて、ガーナの人がすごいびっくりしたみたいな。だからどういうことかっていうと、なんていうの、えって思った後に、あ、じゃあ お父さんこういうことして、お母さんこういうことしてきてみたいなのをすごい話してきて、ガーナ人がすごい今度はえみたいな話になってると。でなんでかっていうと、まあ、これガーナ人 の, コメントにあったんですけど、だから、なんていうのか、そのサバビアンっていう OK、 要するにだからこれサバって挨拶なんだからサバビアンでいいじゃんと、もちろん今度また取り上げるけど、サバっていう時にも実際本当に聞きたい時もあるから、まあ、その時の、ね、対応とかもやっていくんだけど、こういうのをだからリチュアリゼって言うんですよね。リチュアリゼって言って、リチュアルっていうのが儀式ってことなんだから、儀式化されてるってことだから、別になんか本気で聞きたくないんで、なんていうの、そういうのをこうマジで答えるとえみたいな顔してくるってことですよね。でだから逆に言うと、スイスの人がなんでそのこうなんていうのかな、それをこう最初びっくりするかっていうと、なんかだから初対面とかの人にいきなり家族の情報を言うのみたいな話になっちゃうから、だからそれでびっくりしたってことですよね。まあそういうのがあって、まあだからなんていうの、母語話者同士でもね、カナダなっちゃっちゃうスイスのフランス人、スイスのフランス語母語話者と、ガーナのフランス語母語話者でもうまくいきませんよって話と、であと逆になんかフランス人がオーストラリアに行った時、なんかフランス系の会社でオーストラリアに、の支店か、フランス系の会社のオーストラリアの支店であったこと、このなんていうの、研究してる例なんですけれど、これなんかね、ビールって書いてあるけど、ブレアルじゃなかったっけなって、いいのか、まあいいや。で、どういうことかっていうと、今出てますよね、そう、だからオーストラリアの人は、なんか、Did you have a good weekend? っていうのを聞いてくると、フランス人はなんかそれを、本気の質問だと思っちゃうけど、この時にオーストラリア人が期待してる答えっていうのは、ナイス、サンキューって書いて、それでもう会話が終わって、要するにだからもう、そういうの、これもベロでだから、その、ケスチョン、フィチアリーゼでやって、そのブレケスチョンじゃないんだけど、それを、で、だからオーストラリアではこの、Did you have a good weekend? って言ったら、ナイス、サンキューって言って返して、それで終わりなんだけど、フランス人はなんかそこでブレケスチョンだと思って、すごい長々話したら、オーストラリア人がこいつなんか礼儀知らないし、で、エクセシブオンディスクヘッって言って、まあ、要するになんていうのかな、すごいだからこう言ってくるから、なんか うざがるみたいな感じですよね。それディスクレってなんて日本語で言うんだっけ、ぶしつけの反対。
そうそう、ひつくつ、え、ちょっと待って、これどういうこと？ああ、違う違う、あれだ、これ、すいません、これ、ディゼフって書いてある、ディスクレじゃないし、下のあれを見て、僕がディスクレだと思ってたけど、ディゼフって書いてある、要するに口達者、だからバザーっていう意味だってことで、要するになんか、なんでこいつら、こんな話してくるのって思うわけですよ、オーストラリア人にしてみたらね、要するにさっきみたいに、ナイス、サンキューって言って、もうなんか要するに、ハワイユーとかと同じですよね、英語の。別になんか超絶返されると向こうがビビるみたいなやつ。How's it going? って言われて、なんか Actually I'm kind of tired because か言われると向こうがそんなことまで聞いたいんだけど、あれ Great とか Nice とか Thank you って言って返してきゃいいんだけど、そういうのが分かってないせいで、だからそれは僕らだけじゃないってことですよね。フランス人もオーストラリア人と英語で話すときに、この質問されて、Did you have a good weekend? って聞かれて、Nice, thank you って返せばいいんじゃなくて、なんか本当に向こうが興味持ってくれたと思ってるからめっちゃ話してこいつうぜえやつだって思えるみたいな話で、逆にオーストラリア人のことをフランス人はどう思うかっていうと、まず一つはさっき言ったアンディスカレってことですよね。だから無遠慮なってこと、なんでかっていうとプライバシーにずけずけ、踏み込んできてるからって、もう一個はあとヒポクリットだって、偽善者だってことね。なんでかっていうと、なんていうの、そうそう、だから Did you have a good weekend? って聞いて、その後にフランス人が話そうとするともうどっか行ってるからみたいなやつだから、なんか向こうからしてみたら本当に聞きたいわけじゃなくて Nice, thank you って言って How about you? みたいな Great みたいなことで、それでどっか行って終わりみたいな話なんだけど、フランス人が延々と話してるのを見てオーストラリア人は何やってんだって思うし、だからどっか行っちゃうわけですよね。でフランス人は向こうから質問してきたのに、なんかこいつらなんていうの、いなくなっちゃうからはぁって思うわけですよ。だからそういうところでコミュニケーションがやっぱりうまくいかないってことなんで、だから単純にまあこういうのが別にね、じゃあなんていうのかな、そういうのがじゃあだからほらトイックでもパート2とかね、こういうの出てきてるから絶対的に欠けてるわけじゃないんだけれど、まあやっぱでももっと深いところ、ちょっと今回のだからなんていうか入門編みたいな感じで本当はいっぱいあるんで、そういうところ、まああとはそのターンっていってどういうところで会話が変わっていくかとか、まあそういう話っていうのをなんかやっていくと、ちょっと勝手に、まあ、僕的にね、皆様がどう思うか分かんないんですけど、まあでも外国人の友達作るみたいな時はやっぱこういうのの方が重要ですよね。まあもちろんコミュニケーションを取るみたいなための、なんていうのかな、能力も必要なんだけれど、まあプラスアルファでやっぱこういうところも必要かなと思ってるので、まあ、要するにだから単純に単語力とか文法力だけを磨いたら絶対的にそうなるかっていうと、関心もそうじゃないってことですよね。はい、まあ、そういう話をしていこうかなと思って今回ちょっと音声を撮ってみました。そんな感じです。では失礼します。